い、こんにちは、まるぽチャンネルのまるぽです。今回もご視聴ありがとうございます。はい、今回はですね、以前にも、はい、一緒にね、まるぽチャンネルに出てもらった、まあ、後輩のね、一緒にね、ちょっと今回神奈川の三浦半島というところに、まあ、美味しいものを求めて、はい、向かっております。まあ、彼はね、以前もご紹介しましたけど、インスタグラムをやっててね、まあ、そのインスタグラムの方で、まあ、グルメのご紹介をしたりとか、はい、を中心に、まあ、してるんですけど、まあ、そんな彼にね、まあ、連れて行ってもらうので、まあ、今回もね、そのたち美味しいご飯が食べれるやろうと思って、はい、向かっております。ということでね、ぜひね、今回ご紹介するお店の方をね、ご覧いただいて、はい、皆さんも行っていただけたらなと思います。はい、ということで、とりあえず行ってきます今日はいつものやつやめときます。はい、地魚のね、天ぷら。これね、イサキの天ぷら。イサキっすね。いただきたいと思います。めっちゃうまそう。うまいですか？うまっ。マジで。バチで一生かけました。めっちゃうまい。サクサクのふわふわのこれ、これめっちゃうまいよ。俺なんかこういうの好きなんですよね、やっぱり。うまいな。うまいよ。最高。お寿司来ました。はい、いただきます。何から食おう。めっちゃ迷うな。これ。うんま。めっちゃうまい。マグロのね、カバを。うまい顔してんな。ブスタイクな顔してるの。ブスタイク。俺がブスタイクな顔したときはほんまにうまい。うん、マジやばい、マジやばい。うんま。パワフルな味やな、これ、うん、パワフルな味？パワフル、あ、パワフル？うん、カラフル、うん、そうやば、わさびやばうん、うまっ。めっちゃうまいな。寿司もうまいし、天ぷらもうまいし、見て、やば、このマグロめっちゃうまそう。めっちゃいい顔してる。ブサイクな顔したときはほんまにうまいときっすね。マジうまい。誰がブサイク？これは絶対入れてください。めっちゃうまい。丸パパがブサイクな顔したときは絶対美味しい顔。はい、ごちそうさまでした。めっちゃ美味しかったの。もうおすすめなんで、ね、ぜひ来てみてください。はい、昨日大さん行ってきました。もうむちゃくちゃ美味しかったんでね、ここお寿司すごいおすすめです。あとマグロのカマとね、まあ、天ぷらもむちゃくちゃ美味しいんやけど、はい、ぜひおすすめなんでね、皆さん行ってみてください。はい、ということでね、ちょっとまた次のところに行ってみたいと思います。
はい、ということでね、お寿司を食べてきたので、今からね、ちょっと観光に行こうかなと思ってて、ここから三浦から1時間20分ぐらいで鎌倉の方まで行けるので、ちょっとね、鎌倉の大仏、せっかくなんで見に行こうと思います。はい、ということで、行ってきまーす。酔っ払いや。水っす。よいしょ、はい、鎌倉の大仏着きました。まあ、何回かね、マルンポでも来てるんで、はい、おなじみの大仏ですけども、はい、ちょっとお正月なんでね、ちょっと来てみました。はい、ということでね、鎌倉の大仏見てきたんで、今からね、ちょっとご飯の方また食べに行きたいと思います。はい、では行ってきます。はい、乾杯。お、すごい。盛り合わせの定食のお客さん。はい、定食です。はい、とりあえずね、とんかつからいただきます。うまっ。サックサク。うまっ。めっちゃ柔らかい。カツ。うん。あ、わかりました。はい。はい。はい。言うてた。タルタルソースがないらしい。はい。ありがとうございます。これつけて振ってみて、うん、辛いかどうか辛くはないやろ、はい、これくわ焼き若鳥のくわ焼き、うん、なるほど、これはね身があっさりした感じ、もうちょっと脂身が多い方が好きかもしれない、味付けはうまい、これシークワサー、青切りシークワサもっとつけてもいい、どれが正解、酸っぱい、うん、酸味はある、え、ソースにこれとどっちがいい？通分、うん、これはこれだけで食うのか、いや、いいと思いますよ、それぐらいの方がいいと思う、ちょっとかけすぎた、エビフライ、うん、うまそう、うん、なんかさっきみたいに僕もかけすぎたと思ったけど、うん、うまい、もっとかけてもらったポン酢、レタスポン酢、レタスはキャベツや、キャベツポン酢、もっと、しかせ、すいません、ご飯ください、もうすでに1個ないけど、うん、みんな大好きだ
めっちゃうまい。なんかもうすごい懐かしい感じの味で、すごい美味しい。昭和2年ですからね。ごちそうさまでした。はい、ということで今回はですね、三浦半島とあと鎌倉大仏の方ね、見てきました。はい、ということでね、またこれからもあのいろんなグルメをね、旅職人と一緒にね、はい、紹介したいと思いますので、ぜひね、あのご覧いただけたらと思います。ということで、また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。